リーグのトップスコアラーを映しています。今日もゴールが見られるのか期待させてくれる選手です。サッカーを愛する皆さん、こんにちは。今日もまた熱い戦いをお送りしていきます。今日の実況は西岡明彦、コメンテーターには福西崇史さんにお越しいただいています。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はベガルタ仙台対エバートンのカードです。こちらがホームチームの先発メンバーです。珍しい 4-2-4 を採用しました。前線からのプレスが重要になりますよ。このチームはピッチ全体で相手にプレスをかけることで有名ですね。圧力をかけて相手に考える時間を与えません。今日はどうでしょうか。いつも通りプレスを軸にすると思いますよ。相手の対応が見どころになるでしょうね。 Thank you. Enjoy the game. キックオフです。楽しみな試合ですね。中が空いた。クロスは通るか。試合は始まったばかりですが、早くも先制点が決まりました。立ち上がりを疲れましたね。まずは落ち着くことが大事です。素晴らしいボレー決まりました。これは止められないですよね。ゴールが生まれたのは開始3分。ゲームが早くも動き出しました。香川真司、いいクロスが中に入った。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。パトリック・シック、ルーズボールです。ボールはどっちだ。アレックス・イオビ、これは見事なインターセプト。同点に追いつけるか。これは決まりません。スコアは1点ビハインドのままです。確実に決めておきたいシュートでしたね。リードされている焦りがフィニッシュに影響したのかもしれません。ギルフィー・シグルズソン、味方につなぐこともできます。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。タックルでボールがこぼれました。タックルを受けています。前に出しましたが気を抜けません。サポーターの一部から不満の声が上がっています。先ほどのプレーにピ、これは決まりません。キーパーが触りました。いやー、少し力が入りませんでしたね。ここはパスミスになりました。ボールを失います。やりました。クリアすべきでしょう。前に出しました。サンチェス、サイドのスペースを使います。すぐ攻撃に切り替えたい。止めた。ボールが転がる。ラインを割りました。判定はコーナーキック。このボールは相手にクリアされました。ここでシュート。
よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。ここは中央の選手にクロス、入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。決めましたね。逆足を使ってのシュートでしたが、しっかりと枠に収めましたね。はい、簡単ではないシュートでしたよ。さらに点差を広げたことで、監督の表情にも明るさが見えてきましたね。カットしました。ここはどうするでしょうか。スペースに見事なスルーパス、素晴らしいボールだ。わずかに外れました。絶好のチャンスに決められません。冷静に狙ったと思ったんですが、何か気になったんでしょうか。ジェンク・トスン、ボールを持ちました。何をするんでしょうか。アレックス・イオビ、これはサイドを上がれそうです。このボールは決定的、キープ。これは大きく蹴り出されました。惜しいチャンスを逃しましたね。真ん中にクロスを上げた。素晴らしいヘディング。ヘディングでのゴールです。うん、いいヘディングでしたね。今日はどうしようもないですね。捕まりません。絶好調。2点目のゴールを決めました。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。大量リードを許した状態で再びキックオフです。ムハメド・ベシッチ、ボールを取りました。さてどうする。ギルフィー・シグルズソン、クロスが足元に入る。合わない。クロスはチャンスになりません。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ボールを失いました。このミスはレフリーの笛が鳴って、後半が始まりました。このままワンサイドゲームとなるのでしょうか。アレックス・イオビ、ここで勢いが止まってしまいました。これは狙います。ちょっと超えてしまいましたね。ギリギリでした。これを繰り返し狙っていけばチャンスになりそうです。ジェンク・トスン、これはうまいインターセプト。攻撃を断ち切りました。気は抜けない展開です。中央にクロスが上がった。ダメです。いいクロスに見えたんですが。この選手ですが、前半はものすごい活躍でしたね。早くも2得点ですか。ハットトリックを狙いますね。リードしているのはこの選手のおかげです。ここはパスミスになりました。ボールを失います。
シェンクトスン。香川のパスがカットされました。ルーズボールになった。絶妙なパス。パトリック・シック。ここはよくスペースが見えていました。ゴールです。ゴールゴール。至近距離から決めてきました。今日の試合は圧倒していました。得点差もさらに広がります。完全に優勢ですし、力の差が見てわかりますね。大量リードの試合となっています。ジェンク・トスン、ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。ロベ、素晴らしいボールです。これはスルーパスが強いか。スペースへのボール、ゴール決まりました。こんな近くで持たれたらなすすべなしでしょう。ゴール前で2対1の状況となりましたね。そうですね、これはキーパーも防ぎようがありません。かなり一方的な試合展開です。エバートンがフリーキックを獲得しました。あそこは行かせちゃダメですね。カルム・チャンバース、パスをつないできましたがここで奪われました。つまらないミスでボールを失いました。低いクロスだ。ゴールキーパーの果敢な前進でした。ボールをしっかりとキープ。スペースに見事なスルーパス。いいクロスだ。中央へ入る前にカットされました。さあ誰を狙うのでしょうか。エバートン選手交代です。ボールはエリアへ。このボールは相手にクリアされました。これはもう勝敗という興味は残念ながらなくなってしまっています。決めに来た。さあ誰を狙ってくるのでしょうか。ボールを入れた。このパスはまっすぐ相手に渡ります。サンチェス、ボールをサイドへ振りました。決まるか。決まった、決まった。ゴールです。またしてもゴールです。これで大きく勝利を引き寄せました。今日は素晴らしいパフォーマンスですね。全てにおいて相手チームを上回っています。試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。アレックス・イオビ、ジェンク・トスン、浅野拓磨。ここはインターセプト。しっかり予測していました。うまく読んだインターセプト。
どの選手に合わせてくるでしょうか。これはあるか。ここはクリアされました。このパスはカットされました。さあ狙った。見事なセーブでゴールを死守。セットプレーのチャンスです。中に入れた。ここはしっかりクリアされました。ここでホイッスル。ベガルタ仙台が見事な勝利を挙げました。試合は終了していますが、ちょっと一方的な内容でしたね。ねえ、勝負は